愛好軍の愛川町に入っていったので、ここの歴史をね、ウィキペディア参照2024年の9月で見ていきたいなと思います。愛な、愛子、鮎川、愛川といった地名を一連のものと考えると、大化の改新以前の記録がある相模国最古の地名の一つであると。戦国時代初期、長尾慶春の乱で、反乱軍の慶春豊島市方の有力拠点であった小沢城が大田なんとかに攻略され、武田信玄が小田原侵攻に関連して北条氏康と戦った三瀬峠の戦いは、愛川町の三瀬周辺だったと考えられております。西部の半原盆地を中心として、元来米の生産に向かない地形からお米が作れないところだからね、養蚕製紙、なんとか紙の軽作業、宮大工などの出稼ぎ職人の本館として知られている。宮大工は江戸城を修復に関わるなど、飛騨の大田大工と並び、その腕を称されていた。糸をね、なんかする作業では、群馬県の富岡の機械を真似して、水力を補助動力とした軽作業が盛んだったと。内陸工業団地の完成により、機械工業、住宅地域、流通拠点へと姿を変えて現在に至ります。南米などから来ている工場労働者が多いことから、義務教育において先進国的な取り組みや、サッカーなどの地域スポーツが盛んなことでも知られております。こんなとこに外国人がいるなんて知らなかったね。安い労働力をこういうとこで使ってるんだね。その目的で来てるんでしょ。1889年に、愛川村がやってきました。愛川村、愛川村ができて、1940年には愛川町ができる。で、高峰村が合併してね、また二次的な愛川町ができるのが1955年、戦後ですね。昭和30年くらいかな。で、中津村っていうのがあって、そこが編入されて団地ができると。1970年には集中豪雨の被害が出たんですね。3棟が全半壊した。以上。もう観光用に置いてあるのかな、いろいろ疑問があるんですけどね。まあフィクションのドラマのところでね、日の宮蔵を使ったね演出とかね、そういうのがあったらいいなと思うんですけどね。古めかしい建物が映っておりますね。住宅が広がっていて坂道が見えております。もうこの辺はね、愛川町かもしれないんですよね。ここはですね、ちょっとどこがね境目か分かんないんですけどね、山に入ってきたということでね、おそらく愛川町なんじゃないかなと思うんですけどね。まあその手前のね、厚木市っていうのが結構広いですからね、一概にどうこう言えないんですけどね。神社が映っておりますね。そして住宅街も映っております。道がね、細いですね。細いんだけども、ちょっとまっすぐ伸びてるんですけども、ちょっとカーブがあったですね。8年前の、川ですね。なんか鉄橋がありますね。あそこになんか厚木市と書いてあったので、あの鉄橋を境にしてですね、厚木市とね、愛川町がね境になっていたのかもしれないですけどね。実際はどうなんでしょうかね。ここはね、愛川町って書いてありますよね。低いところに橋が見えますね。ダムなんですね。清川村に入っていったので、歴史をねウィキペディア参照2024年の9月で見ていきたいなと思います。明治6年に小学校が開校する。なんとか村と宮ヶ瀬村の両村に、役場ができる。1889年になんとか谷村外一家村組合となる。
大正15年昭和元年乗り合いバスが運行開始する。なんか山奥の町だよね、乗り合いバスなんて。1956年なんとかがや村と宮ヶ瀬村が合併して清川村となります。たったの3000人の、村ですね。清川村が、役場ができる、なるほどね。宮ヶ瀬ダムが発表される。建設、昭和44年から作ってるのね。あと渡したことはないね。結局ダムが完成したのはこの辺かな。わかんないけどこの辺でできたんじゃないかな。いつ完成するとは書いてないね。もうできてると思います。1998年に宮ヶ瀬ダムができたのかな。湖は完成、誕生。運用は2001年から。バスが運行されたりしておりますね。山奥のダムができる歴史が書いてある、そんな感じの歴史でございますね。宮ヶ瀬ダムって言いましたかね。虹の大橋みたいなね、そういう名前のついた橋もあったような気がするんですけどね。並々とね、水が溜まっておりますね。比較的ね、新しいダムのようなね、雰囲気が伝わってきますが、やっぱりね、ダムの風景っていうのはね、どんなに自然に囲まれていたとしてもね、人工的な風景になってしまうなって僕は印象を持っております。そしてね、ダム湖のね、水のね、濁った感じはね、あんまり好きじゃないんですけどね。相川村に入ってきたようでございます。相川村ではなくて清川村ですね。清川村に入ってきたようでございます。先ほど村役場が映ってたような気がします。セブンイレブンもね、ちゃんとあるんですね。本当はね、この辺からね、木の向こう側に川が流れておりますそしてガソリンスタンドが見えております。もうこの辺はね、厚木市に戻ってきている可能性がありますね。本厚木の駅にたどり着いて帰っていくという、そういう感じのね。てな感じでですね、本当はですね、第5週間村からですね、矢立峠を越えてですね、ご覧いただいているオレンジの駅の方に向かって良かったんですけど、下ものを紹介してますね。下がってしまいましてですね、ザマの駅からスタートしているということになったんですね。そんなこんなでね、新しくかぶせたナレーションの声はね、ここら辺で失礼したいと思っております。中を通ってですね、で最終的には本厚木に戻ってきました。旅28日目でございます。99区市町村を今のところ旅をしております。東京都はこんな感じ、神奈川県はこんな感じ、そして埼玉県と山梨県はこんな感じで旅をしております。1周目は12、2周目は29区市町村、3周目は49、そして4周目は86、そして5周目は今旅をしております秦野市までやってきました。さて、ご紹介しましょう。どんな人は返信してください。続いてのが僕でございます。2015年とかそれぐらいに書いたやつですね。最後に写真を見て書いた詩を紹介いたしましょう。こんな感じですね、昔書いた詩でございます。今日も僕の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。